こんにちは、ピヨキシャローです。今回は、黒川博夢東京高等検察庁検事長が、新型コロナウイルスの自粛期間中に賭け麻雀をしていたので、辞めるって言ったけど、退職金7000万円はもらうよ、的な感じになっているので、それについて客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。はい、ということで2020年5月21日黒川博夢東京高等検察庁検事長がコメントを公表しました。この度報道された内容は一部事実と異なる部分もありますが、緊急事態宣言下における私の行動は緊張感に欠け軽率に過ぎるものであり申し上げています。このまま検事長の職にとどまることは相当ではないと判断し辞職を願い出たものですと内閣総理大臣宛に辞職願いを提出したということですね。ということで客観的な意見としては、事実と異なる部分があるならそれを説明する義務があると思う。国民のほとんどは税金で退職金が支払われるのに納得しないと思うから、この際だから他の検事長とマスコミとの関係をすべて暴露してもらえないだろうか。検察側情報がマスコミ側にリークされる構図ができていたと、といったことがまあ多かったかなと思います。でですね、自分の気持ちとしては、まあいろいろ言われている上級国民は、まあ裁かれずに、まあ濃々としているっていうのが結構多くて、交通事故で、人を殺したとしても捕まらないとか、まあそういったことがいろいろあると思うんですけど、ただ、まあ別の、それは事件なんですけど、まあ賭け麻雀自体違法だし、懲戒免職じゃないのとかそういった意見も多かったし、あと、大きいのが退職金7000万円という金額かなとは思うんですけど、コロナウイルスで、自分の店畳んだりとか、あと仕事辞職したりとか、無職になってしまったとか、そういった人がまあ多いので、それで、そんなことその時期にやってたのに、お前7000万もらうのかよ、しかも俺たちの税金からっていう人がまあ多いよねっていうことですね。まあ国民は払ってると思うので、基本的に税金は生活保護以外の人は。なので、まあ、もっともな意見なんですけど、まあおそらく、退職金7000万円は確実に払われるんじゃないかなとは思います。はい。まあ、っていうか、この人、基本的に貯蓄あると思うので、まあ、7000万円、もらってももらわなくてもって思う感じですけど、まあ、こういう人って、まあ、強欲なので7000万円懐に収めてっていう感じですよね。まあ、辞職して、まあ、他のこといろいろやれると思うので、弁護士の資格持ってるからね。まあね、っていう感じかな。まあ、そんなもんじゃないかな。今回、表沙汰というか、こんな感じでパッと出たけど、まあ、今まで、こういった形でまかり通って聞いた、っていう事実があると思うので、なんともなんですけど、まあその怒りを本当に変えたいのであれば、変える方向に向けないと、根本的なところ向けないと思うんですけど、まあそこまでいかないですよね、基本的に日本人って。言うけど、変わらないっていう、変えようとする人があんまり出ないっていうのが結構多いのかなっていうのはすごい思いますね。個人的な感想で言うと、まあ怒りもわかるけど、まあこの人普通にニュースで出なかったら名前も知らないし顔も知らないしどうでもいいわっていうのが本当のところです。はい。まあ
金もらってもこういった不名誉な悪評っていうのが最終的に辞職と同時についたっていうのは、多分7000万円よりも重たいんじゃないかなってすごい思いました。はい、ということで今回は黒川ひろむ東京高等検察庁検事長が、賭け麻雀をしていて、それがバレて辞職に追い込まれたけど退職金7000万円はもらうよ的なお話でした。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。